XJ550、ヤマハ XJ400 は、かつてヤマハ発動機が、日本国内向けに製造販売していた、排気量 400cc クラスのオートバイ。XJ という表記をもじって、ペケ J と呼ぶ人もいる。空冷エンジン搭載の第1世代モデルと、水冷エンジン搭載の第2世代モデルと大別される。シリーズ車種として、仕様が異なる。 数車種が生産された。XJ400 は1980年6月に発売された。400cc クラスのツインカム4気筒モデルとして先陣を切った1979年4月発売の川崎 Z400FX にいち早く対応し、ヤマハとしては初となる 400ccDHC4 気筒モデルとして市場に投入された。 ライバル車種には先行していた Z400FX のほか後発のスズキ GSX400 回やホンダ CBX400 回などがある。搭載されたクーレー DOHC2 バルブ4気筒エンジンには SU キャブと4から1から2方式の集合マフラーを採用し45馬力を誇った。当時から今日に受け継がれるヤマハの軽量スリム コンパクトという設計思想に基づいて、セルモーターやジェネレーターが、シリンダーブロックの背後に配置されており、エンジンは、並列に気頭並みのコンパクトサイズを実現した。また、足つき性は良く、サスペンションのセッティングはややソフトながら、相応の安定性を発揮していた。XJ400 は、スタイルと操縦性にバランスが取れた山原い。 洗練されたスタイリングの高性能モデルだった。XJ400 は1980年代半ばに製造販売は終了となったが、1989年発売の川崎ゼファーに橋を発した1990年代のネイキッドブームを受け、事実上の後継車種といえるクーレーディオ HC。 4バルブ4気筒エンジン搭載の XJR-400 が1993年に発売されるに至った。ありがとうございます。